アルフレッド・アメザがデルガドは、メキシコ合衆国ソノラ州出身の元プロ野球選手。宇藤良ダ。2002年5月24日に、アナハイム・エンゼルスで、メジャーデビュー。この年は、12試合の出場、13打席と限られた、環境の中で打率。538、5試合で、遊撃手を守り、無失策をマークした。2004年12月17日。 ウェーバー工事を経て、コロラドロッキーズに移籍。2005年4月20日、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレッツに移籍。同年11月22日に、フロリダマーリンズと契約。2008年1月18日に、マーリンズと1年契約を結ぶ。2009年は、ワールドベースボール、クラシックメキシコ代表に選出される。レギュラーシーズンでは7月に、 左膝の手術を受け、オフには解雇された。2010年2月2日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだが、参加の AA 級チャタヌーガで1試合の出場に止まった。2011年1月26日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶ。4月29日にメジャーに昇格するが、5月29日にディーフとなりトリプル A 級コロラドスプリングスへ降格。 8月6日にトレードでフロリダ・マーリンズに復帰したが9月8日に解雇された2012年1月13日シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ10月29日に FA となった2013年1月5日ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ6月2日に放出されたその後メキシカンリーグのキンタナロー・タイガースに入団した 2014年から2017年までキンタナローでプレーし、2017年4月5日にティフアナブルズに移籍。2018年もティフアナブルズと契約したが、公式戦の出場はなくこの年限りで現役を引退した。2019年よりアトランタブレーブス3回 AA 級ミシシッピブレーブスのコーチに就任した。投手と保守以外のポジションをこなせる。 ユーティリティープレイヤー。本職は内野手だが外野手での起用も多い。2000年にはマイナーで73盗塁を決めている。ありがとうございます。